足の幅を少し大きく開きます。腕を大きく回して肩甲骨を後ろにしっかりと持っていきます。お腹を引き締めておへそを引き締めながら恥骨を前に出すようにして骨盤ごと少し後ろに倒します。腕を回してかかと足の裏をつかみます。そのまま腰をぐっと前に押し出して顎を上げて腰痛のある方は無理をしないで腰に手を当てて腰を少し前に出して足の付け根を伸ばすようにしてください。なぎさの YouTube を見てくれた皆様、いつもありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。